僕フォルテ、おはようございます。スマートフォルテです。フォルテです。本日は京都駅のストリートピアノが最終日でお邪魔させていただきました。するとものすごくたくさんの人がいらっしゃり、あれフォルテくん、フォルテくんみたいな感じでたくさんの人に話しかけていただきました。ありがとうちょ。僕今再来週ぐらいにね、多分 CD 制作が始まって、まあそのためにショパンの曲を今たくさん練習してるんですけども、まあフォルテくんといったらラーカンパネラでしょみたいな感じの雰囲気がね、あったので、ランパンパンパンみたいな感じの雰囲気があったんですよ。ラーカンパネラの人だね、ラーカンパネラの人だねって言われたので、もうすかさずラーカンパネラの人ですということで、ラーカンパネラを弾いてきましたので、ぜひともそちらをどうぞ。いってらっしゃい部長。Thank you.
見ていただきありがとうございます。どうでしたか？とてもね、興奮したフォルテくん、アグレッシブフォルテみたいな感じになってたかなと思うんですけども、かなり楽しかったです。僕今まで駅でピアノ自体はあんまり弾いたことなかったので、ものすごく人通りがあるところで、人がたくさんど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 ん集まってるのを感じながら弾き、見て、わお、人が集まってる。すごく緊張する。だけど頑張ろうみたいなことを思いながらね、これは止まったらいけん。弾き切らんといけんとか思いながら、もう一生懸命弾きましたよ。で、まあ僕としてもね、なんか結構、なんかラーカンパネラが自分の持ち曲となって最近落ち着いてきたかなと感じます。ある程度常に弾けるようになってきたかなと思うので、今後ね、演奏会では毎回絶対入れていきたいプログラムの一つなので、ぜひまたチェックしてみてください。3月7日に大阪で演奏会を開こうと思ってます。また詳しい情報は YouTube、Twitter、インスタ、LINE アットなどでね、報告させていただこうと思っておりますので、ぜひとも大阪付近の人は開けておいてください。ストリートピアノっていいなと思いました。たくさんの人が集まるところにストリートピアノがあるってことはどれほどすごいことか、そしてどれほど素晴らしいことかっていうのを改めて感じました。っていうのも常にたくさんの人が音楽に触れる機会があって、それでさらに人がたくさん集まった中で、僕はやっぱりクラシック音楽をこうやってね届けれるっていうのはね今までないことだったと思います。やっぱこういう感じでストリートピアノとかでねいろんな人がピアノ弾ける環境になるとクラシックに少しでも興味持ってくださった方が増えていくかなと思いました。弦に弾いた後、たくさんの方からあなたはピアニストですかと聞いてくださり、はいそうですと自信満々に答えて、お名前はって言われたので、フォルテ君ですって言いました。それと、んフォルテ君あなたは日本人ですかって言われたので、はいそうですって言って、おばちゃんの人たちとたくさん仲良くなりました。で、まあ、今度関西でまた開こうと思ってるので、ぜひともチェックしてください。フォルテ君ってたくさんネットで調べたら僕の裸の写真とかも出てくると思うので、チェックしてみてくださいって言ったら、何をしてる人なんですかって、ピアニストですって言ってきましたので、またねそういう感じもあるので、皆さんねガンガン今後も楽しくやってくれたらなとは思うんですけども、ラーカンパネラはね本当にもう4月から取り組み出して、ピアニストがやっぱ弾くべき有名曲の一つ、皆さんに知ってもらいやすい曲の一つかなと思うので、僕も何回もたくさん弾いてきました。失敗したこともあったし、成功したこともあったし、まあ今後も失敗するかもしれんし成功するかもしれんというぐらい難しい曲なんですけども、なぜまあ僕がストリートピアノで有名曲しか弾かないのかというと、やはりみんなの耳に馴染みのある曲がやっぱ一番伝わりやすいかなと、少しでも入りやすいクラシックの優しい門にしたいなと思ってて、でもちろんそのねコアな曲も弾きたいんですけど、やっぱそれはストリートピアノではそれを発揮できないかなと思ってます。っていうのもやっぱりストリートピアノは雑音とか、もちろん人が喋りながら聴けるとかいう、そういう素晴らしさがあるところなので、あ、この曲知ってる、あれなんか聞いたことある、何これむずそうみたいなことをね言えながらいけるっていうのがストリートピアノの良さかなと思うのでね、もし少しでもストリートピアノが興味あると思ったら、いろんな方のピアニストに行ってみてください。で、少しでもなんかねいろんな方のピアニストなんかまだ行きにくいなと思った時は、もうフォルテ君来てくださいもうそんな感じで、本当に意外と、まあ、僕の演奏会多分来てもらえたら分かると思うんですけど、結構演奏会っていうよりはもうピアノパーティーみたいな感じで結構楽しくやってるので、ぜひともチェックしてみてください。てなわけで、皆さん何が言いたいかというと、音楽をもっと楽しんでいきましょう。僕のこの有名曲をたくさん弾いている動画がたくさん YouTube なので、それも見てください。で、少しでも興味を持ったら、その作曲家の名前をネットで調べて様々な曲を聴いてみてください。いろんなピアニストがたくさんコアな曲を弾いてくれてるので、ものすごく楽しく音楽が好きになるかなと思うので、みんな大好き。ハグバイバイ。グッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。